代わってロシアの選手です。コンスタンチン・メンショフ、30歳のベテラン選手です。昨年は国内選手権で3位に入りましたが、このヨーロッパ選手権の派遣はしてもらえなかったという残念なシーズンでした。この大会3年ぶり2度目の出場です。前回出場した時にはロシアチャンピオンとして出場していました。7位という成績です。今回のこの大会は11というショートプログラムでの成績でした。4回転が入らなかったんですよね。そうですね、今日は2回予定してますので楽しみにしたいと思います。ルネ・オーブリーの曲を3曲です。からの予定です。4回転と3回転のドミニクルでした。入ってきましたね。そうですね、アップライト、キャメルポジション、シートから
ロシアの30歳の選手コンスタンチン・メンショフ選手でした。この選手もできることを全て、そうですね、やってきましたね。予定通りできたんじゃないでしょうか。よかったですね。はい、テクニカルスコアは速報値で87点になっています。2度の4回転の転落を成功させました。特に2つ目の半額の4回転が素晴らしかった。綺麗でしたね。なんか余裕さえあって降りてきたように見えましたね。素晴らしかったと思いますね。ところどころ軸がこう、ずれてたりとかするんですけど、それでもしっかり、降りてきました。はい、降りてきましたね。本当にこの選手も、国内選手権大会でチャンピオンになったりとかしても、代表に選ばれなかったりとかいう苦渋を飲んでますので、もう本当にこう自分がこう代表として出られる試合では本当に頑張って自分の持てる力を出したいと思っていると思いますね。これが最初のコンビネーションになった4回転3回です。でこれが、2つ目なんですね。失敗するとかいろいろあったんですけど、そうですね、今日は本当によく頑張りました ね、 ね、はい、なかなか個性的な雰囲気の持ち主ですの で、 いいプログラム、彼に合ったプログラムだったと思います。はい、そうですね、ジャッジとしてはもう少し伸びていくスケーティングをしてますけれども、はい、スケーティングスキルコンポーネンツの面で少し期待できる点数期待できるんですけれども、でも今日はよく滑ってた方だと思います。やはりこう乗っていって滑ってたと思います、はい、ショートプログラムの時には8点台の記録がありました。どうでしょう、プレゼンテーションスコアは 77.94 です。この時期8点台に届くようになったんですけど ね、 そうですね、シーズンベスト更新したスコア 65.1 に、トータルは 237.24 です。スバッタリコでも第1位となっています。素晴らしい点数が出ていますね。